分かった気になれ。加山又蔵の春秋波涛、この作品を描くにあたって彼は大阪金剛寺の日月山水図屏風を見ています。この作品は彼が描いた山の形がこんもりとした形で大きく、一層の屏風の中に四季が表現されています。それらを取り入れ、また金銀泥、金箔、銀箔の箔を細く糸のように切って貼り付ける切り金、イカケジなど日本画の技法を駆使して制作しています。この作品は東京国立近代美術館にあります。似た作品としては津軽の温泉の旅館のロビーに陶器で作られた壁画があり、加山本人が描いた原画をもとに再現したものがあります。